おはようございます。今日も見てくださりありがとうございます。今日のお弁当です。今日はブリの照り焼きです。今朝寒かったですね。まあ寒かった、一気に寒くなっちゃって困っちゃうね。まずね、エビの殻を剥きます。でも食べやすいように尻尾もちょん切りました。ちょん切るというか尻尾もピンと引っ張って剥きました。で、エビの尻尾からね、二節目ぐらいのところに爪楊枝をブスッと刺してピヨンって引っ張ったら、あの背わたがきれいに抜けます。片栗粉と酒でもみ洗いして臭み取りします。これね、するとしないが全然違うからね、してた方がいいと思う。そしてこの後はね、流水で洗い流します。ブリの水気を拭き取って、小麦粉をね、シャッシャッシャーってまぶします。これはウインナーに切り込みだね。なんだかさ、先週の何曜日だ、先週あたりから急に冷え込んで、一気にこう冬の感じになっちゃってね。そうかと思えばね、昼間はね、暑いです。もうこの気温差どうなってるのってたまがりますよ。で、照り焼きのね、調味料を合わせときます。分量はこれです。お弁当用だからね、ちょっとしっかり味です。だし巻き卵から焼いていきます。なんかこうね、寒くなったら動きたくなる。だし巻き卵の分量これです。動きたくないけどさ、なんかこう、なんて言うんだろうね、体が重くなる。重いのもともとね、なんて言うんだろうな、こうあれしなきゃこれしなきゃっていうのもさ、あー寒いなって、あよいしょって覚悟を決めて動かないと寒いですよね。もうね、ほんとね、この時期は冬眠したくなりますがよ。ぐりっといして、これが最後だね、巻き終わり。で、エビをね、焼きます。で、暖房はさ、クーラーよりもさ、電気代を食うからさ、もうなんか、なんて言うんだろう。もう電気代がさ、心配になってすぐ止めちゃう。まあほら、自分だけ一人だったらね、なんか切ればいいことだし。そう。なんかね、暖房の方が電気代食うって電気屋さんが言ってたから、もうなるべく一人の時はつけない。冷房はね、ずっとつけっぱなしなんですけどね、暖房はもう電気代を考えたら恐ろしさです。で、これブリを焼いてます。ブリはね、片面2分ずつ焼きました。
で裏返したらね、蓋をして蒸し焼きにします。これもね2分焼いたよ。こうしてね、合わせてた調味料、あれを混ぜてからザバッとかけます。そしてしっかり絡めます。でもね、しっかり絡めたら出来上がりです。ご飯はこんな感じでね、段差をつけてます。バランを敷いて、バランで仕切って段差の部分に照り焼き、ブリの照り焼きをね乗っける感じで詰めます。でもう一回バランで仕切って、だし巻き卵の端っこで底上げをして詰めます。ウインナーも立てかける感じで詰めます。でカップを敷いてエビをね詰めます。でね、エビはね、あの背中の模様、背中の模様っていうか赤と白みたいな、背中をね見えるようにして詰めたらね、ちょっと見栄えが良くなるかなって思ってます。でこれはこんにゃくの味噌煮です。あのね、煮物とかを作るときには最初にね水気をこんなで切ってます。でこれトマトをのっけて、ごま塩ふりかけ、シャッシャッシャーってかけて、梅干しを添えて、今日のお弁当の出来上がりです。最後まで見てくださりありがとうございます。チャンネル登録してもらえると嬉しいです。でインスタもやってるので概要欄にリンク貼っておきます。よかったらそちらの方もフォローしてもらえるとなお嬉しいです。以上です。ではでは、バイバイ。寒いから風邪ひかないように気をつけようね。